橋本徹、暴言連発で大炎上、靖国神社で。本日放送されたミヤネ屋において、維新の橋本徹さんが、靖国神社について、次のような発言をしてしまいました。これは、首相だけではなく、天皇陛下にも言ってもらわないとね。安倍さんを応援する方の人たちは、責任がないもんだから、靖国行け行け。中国と韓国の声を無視して行けというが、 現実の政治では無理なんですよ。僕も熟じたる思いはあるけども永久戦犯は分子するなり別にして永久戦犯が別であれば中国韓国が門戸を言っても通らないと思う。日本の国民として靖国神社は大切だけれども永久戦犯を合使していたら参拝できない。分子は絶対必要だと思うと。 なっおりまして橋本さんまあ、そもそも弁護士のはずなんですがまずですねこの永久戦犯というものが現時点で存在していないということを理解されていない模様ですこの永久戦犯とされてしまった方々はすでに国家において赦免され名誉が回復されておりまたそもそもの問題として こういった永久戦犯などと認定した東京裁判は法的に無効であると法律学が見なしているという事実がございますが橋本さんには最低限ですね弁護士として永久戦犯動向について法律の面からぜひともご自身の 得意な専門分野をもとにですね、事実に基づいた発言を行っていただきたいんですけども、八本さんが主張されるように、靖国神社に対して政府が外国の圧力に屈して直接介入した場合、それは民主主義ではなくなりますし、また、信教の自由にも反する 憲法違反の犯罪行為になってしまいまます。また、こういった外国の圧力に屈した場合、外国からさらなる圧力を招くことになるだけであり、中国や韓国などの日本の敵国がさらに突き上がる結果を招くだけです。橋本さん、こういったおかしな暴言を繰り返されており、本当にですね、 外交センスがゼロだなと思ってしまいますが、ぜひとも維新にはこの橋本徹さんの主張について、維新として、この橋本さんの主張が維新の正式な方針ではないと速やかに公式発表していただき、橋本さんがこのような 日本の民主主義や国民の基本的な権利すら侵害するような暴言を繰り返さないように速やかに対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。